はい、どうも、和吉七年。はい、ということでね、まあ、今日の商品はね、はい、これポケモンウエハースチョコ。はい。まあ、僕ね、第一弾から買ってます。はい。今日はね、このレビューをしたいと思います。嘘だよー！おい！大物！てめえ、サッカーのウエハースチョコの時も、にわかっぷりを発揮してたのよ。今度はまだポケモンか？おい。ポケモン、オメガルビアルファサイエが出てるから、波に出てるからってお前、次はポケモンを売名にしやがったな、お前。許せねえ。お前、映画見たことないって言ったよな。おい、俺はな、ミュウツーから見てるポケモン信者なんだよ、お前。舐めんじゃねえぞ。おい、ポケモン言えるかな？完璧に歌える俺が、俺を怒らせたな、お前。おい、ポケモンウエハースチョコを出し、おい、それで金稼いでよ。おい、自分の興味ないものを、許せねえ。ポケモンをバカにされた。許せねえ。俺は全てのポケモンを言えるぞ。おい、これピカチュウ。で、これは、これピカチュウの進化系のライチュウな。これが、これアンノーンだろ、うん、全部合ってんだよ。あ、ポケモン信者だから。まあとりあえずね、まあこれ紹介しましょう。はい。まあ僕前から買ってるので、はい。開封します。うん、開けづらい。開けづらい。あ、うん、ビックリマンチョコだ。やっぱロッテだからビックリマンチョコだな。めっちゃボロボロになってる。カバンの中に入れてた。お、あれ、シールがない。あ、訴えるぞ。おー、シールこんなところに。お、お、なんだこのポケモン。いや、知ってるよ。もちろん知ってるよ、これ。これあれだろ、マリルだろ、うん、マリルだよ。あ、ビクティニ、ビクティニだって。ビクティニだよ、これ。ビクティニだよ。ああ。うん。デリシャス、デリシャス。ちょうどお腹すいてたからね。ちょうどいいね。ビックリマンチョコだ。うん。まあ1枚目がビッグティニーだったけど、うん、実はね、今日3つ買ってきたんだけど、うん、これ紹介するの別の動画にしようかな。うん、まあ今日のマリルが当たったという話ですね。はい、名前、ビッグティニー、ビッグティニー、ごめん、ビッグティニー、ごめん、うん、ビッグティニーがね、出ましたね。はい、ということで、もう一度言うけど、人の、人気なものとか言う、今話題のものをね、やっぱ煽るのはね、良くないよ。うん。まあ、僕は、まあ、ポケモン全部知ってるし、まあ、ポケモン毎回見てるし、ポケモンの映画も毎回見てるから、まあ、僕は紹介していいけど、うん。ポケモンの映画見たことないやつがね、ポケモンウェハースチョコを紹介するのはちょっとね、まあ、ちょっとおかしいよ。うん。誰が見たってそう思うよ。うん。なので僕は、そういうことはしない。人気なものに乗っかって、生成回数上げることなんか、絶対しないよ、僕は。うん。それだけは言っておこう。うん。ということで、まあ、和吉の、レビューでした。はい。皆さん、いい夢を見てください。はい。明日会いましょう。はい。